ではライブになりました。ではですね、今から、米国大学院学生会のアジア・オーストラリアへの留学の説明会を始めさせていただきます。改めて本日司会進行を担当させていただく西オーストラリア大学の武藤岡と申します。よろしくお願いします。まず、はじめにですね、事前配布資料の、説明をさせていただきます。ですね、大学院学生会のホームページの方に行っていただくと、ホーム画面下の方に、事前配布資料というものがあります。海外大学院の、出願情報などの、解説をしているものになりますので、よろしければご覧ください。また本日の流れなんですが、初めに第1部として、講演会をさせていただきます。内容はシンガポールの大学院留学についてシンガポール国立大学の山本さん、続いて、中国の大学院留学について清華大学の平松さん、最後に、オーストラリアの大学院進学について私の方からお話しさせていただきます。その後は第2部のパネルディスカッションに移って、事前にいただいた質問や講演中に、いただいた質問を回答させていただきたいと思います。質問の方は随時受け付けております。概要欄にもリンクがあるんですが、スライドというところから、質問を受け付けているので、講演中に質問などがある方はぜひ、質問を送ってください。画面に表示されている QR コードを読み込んでいただいても質問を送っていただくことができます。続いて米国大学院学生会の活動紹介をさせていただきます。主に学生会の活動は2つあります。1つ目が毎年夏と冬に全国各地で配信行われている留学説明会の開催です。今年は前回以上オンラインでの開催となっております。会場の一覧は画面に表示されている通りになります。多くの講演は YouTube でそのまま公開されるので、後日視聴していただくこともできます。続いて、ニュースレターブログ架け橋の運営です。トピック様々な方の多様な留学経験をブログ形式で紹介しています。トピックは英語の勉強や出願方法、大学院生活や就活など、多岐にわたっています。今回の登壇者の方にも記事を執筆していただく予定なので、後日ホームページの方からチェックしてみてください。はい、今後の、説明会やニュースレターの情報などについて SNS を使って、発信していきますので、情報を受け取りたい方はぜひフォローの方をお願いいたします。続いて本説明会は船井情報科学振興財団さんの講演をいただいて開催が実現しております。船井財団さんの授業を、紹介させていただきます。船井財団は海外大学院への PhD 留学を志す人への奨学金を給付しております。支援内容は2年間の、授業料全額と生活費月に$2,500、あとは医療保険全額などが含まれておいて、返済義務はありません。また船井財団では毎年夏と冬に、交流会を実施しています。財団のホームページから留学生の留学報告書を読むことができて、とてもモチベーションにつながる内容になっていると思いますので、ぜひご覧ください。またですね、海外大学院留学支援団体であるエクスプレインの紹介をさせていただきます。この団体では欧米の大学院学生、現役学生と卒業生が有志で集まってできた団体になっています。
米国大学院学生会の運営メンバーや、今回のまたは過去に留学説明会に登壇したメンバーも所属しています。ですね。すいません、スライドがシェアされていなかったので、スライドのシェアをさせていただきます。すいませんでした。失礼しました。はい、そうですね。で、すいません。はい。で、エクスプレインの活動内容についてなんですが、主に2つあります。1つ目が世界を知るということで、もう1つ目が世界とつながるということです。ネットには個人ブログといった多くの留学情報が存在しているのですが、断片的な情報で、自分で情報収集をしていただくのが難しいかなと思います。それを解決するために大学院留学総合サイトを運営しています。内容としては、アメリカの PhD プログラムに通う日本人学生100人に、アメリカの大学院への出願時の情報についてアンケートを取って、統計的にまとめた米国 PhD 生100人アンケートというものや、出願対策について、まとめたページや、留学している先輩方の留学体験記というものがあるので、あります。随時 Twitter やポッドキャストで情報配信しているので、興味のある方はフォローの方お願いします。はい、もう一つの活動は、スラックを通した大学院留学受験者と海外大学院学生の現役生と卒業生の、をつなげるコミュニティ作りになります。参加者は現在約850人で、近日、交流会 を予定しているそうです。チャンネルには受験生用チャンネルや分野別チャンネルなどもあって、受験生のメンター探しにも活用していただけます。最後に、こちらで、エクスプレインの、活動内容について、興味を持っていただいた方は、ぜひ留学エクスプレインで検索してみてください。はい、では、これで、学生会とエクスプレインの紹介の方は以上になりますので、講演会の方に移らせていただきたいと思います。はじめに、シンガポール国立大学の山本さんに、お話しいただきますので、山本さんの方にお渡しします。よろしくお願いします。もしもし。聞こえてますかね。大丈夫です。はい。ではもう早速始めていきたいと思います。あ、本岡さん、シェアスクリーンが多分オフになってるというか。できますか？あ、いけます。あ、よかったです。そしたら、今見えてますかね。はい、大丈夫です、はい。ということで、じゃあ、バトンを受け取りました、山本です。で、私、シンガポール担当というところで、いろいろお話をするんですけど、まあ、あくまで一見解として、こういう、プロセスとか、こういう流れもあるんだなぐらいのニュアンスで、聞いていただけると幸いです。で、よろしくお願いします。今日のコンテンツなんですけど、一番最初にサクッと自己紹介させていただきます。で、その後に留学前、留学中、留学後というふうに、段階的にお話しできればと思います。お願いします。自己紹介なんですが、もともとそうですね、CPU とか、コンピューターサイエンスの世界にいて、で、学部3回生ぐらいから、ある民間の研究所と、電波を使って自分の自己位置を推定するっていうその測位技術にかなり寄っていくようになって、そこで論文とかを書いていました。で、今回シンガポール担当ではあるんですけど、一応、
もともと UK に進学する予定で、そこから機械知能の、Imperial College の機械知能と UCL のデータサイエンスっていうコースの修士課程ですね、に行く予定だったんですが、ちょっとブレグジットの影響で若干治安が悪くなったりして、ちょっとまあ、様子見ということで先延ばしにしたと、リファーしたんですけど、まあ、先延ばしにしてない間、まあ、1年間ぐらい間が空くので、その間、まあ、情報系の技術の研究所で学生の研究員をしたりとか、あとGAFAM といわれる Google とか Apple とかですかね、の一社で、インターンをして、で、オファーは出たんですけど、まあ、辞退してみたいな感じ。で、メルカリとか、スタートアップの、アメリカの AI のチームですね、とかでインターンをしてたりしました。で、実際1年後にどこに行ったかっていうと、まあ、一応、後で、いろいろお話をするんですけど、NAS の、時空間解析のコースに行きました。で、まあ、最終的に、その、在学するときに博士課程とか民間に行くかとか迷ったんですけど、GAFAM3 社の方からまたオファーいただいて、そのうちの一つに入るような形に今なっています。で、実際 NAS1 年コースだったので、私は。で、そこで修論で、ヒューマンモビリティという人の動きとか群像を解析するような、ちょっとデータマイニング系の論文を書きまして、修士論文出して終了したような流れになっています。ちょうど2ヶ月くらい前にですね、終了しました。で、今現在は、今所属を、大学院で所属をしていたジオグラフィーの研究の引き続き研究活動と論文執筆と、それから、NUS のアーキテクチャで建築ですね、そこの研究職員として、アポイントが出ているので、そこのビザの発行手続き中です。で、割とコンピューター系かなというイメージ、なんですが、そういう人たちに、とりあえずそしたらざっくばらんに話ですけど、留学前の話ですね。で、ちょっとアイスブレイキング程度に軽く考えていただけたらと思うんですが、まあ、どんなシンガポールを持ってますかっていうところですね。3秒くらいちょっと考えてみたら、見ていただけると嬉しいんですが、おそらくいろんな方が、まあ、マーライオンとか、幾何学的な芸術作品であったりとか、ご飯、食事とかですね、とか、エンターテインメント、夜の夜景とか、ビーチとか、自然とかあると思うんですけど、私の場合は、経済的な競争力とデジタル的競争力ですね、情報系にいたっていうところで割とここが、ハイライトされていて、まあ、いろいろ多分ランキングが出てると思うんですけど、まあ、これが一番、2つ、キーファクターだったような気がします、ね。で、そういう中で、まあ、実際自分がどういうふうに出願先を決めていったかっていう話をしたいんですが、まあ、階層的に表すとこんな感じになっていますと。で、私はギャップイヤーを取得を、まあ、1年くらいしてたので、修士号は1年で取りたかったって感じですね。あまり2年もかけられないっていうところで。で、その中でまた英語しか喋れないので、英語圏で1年で修士号を取れるってなると、まあ、シンガポールか UK になると。ただまあ、ブレグジットで、まあ、入学をディファーしたところもあるんですが、やはりまあ、ブレグジットが収束しなくて、まあ、ちょっといろいろ親戚とかも心配していたので、まあ、安心と安全と、それから、まあ、少し、まあ、留学にも行くんで、ちょっとバカンスさとかを求めて、最終的になったのがシンガポールにっていう話になりました。で、シンガポールのどこの大学にしようっていう話になると、私が行ったコースが、コンピューティングとジオグラフィーのちょうど交差点のような、プログラム でどちらの分野でも世界的に有名な、まあ、NAS に1位に決まったというような形になってます。で、その出願先の、まあ、申し込む際にどういうものを出願どういうものをまあ提出するかっていう話なんですが、まあ、そこまで他の大学さんとかとあまり大きく変わってるようなところはないです。まあ、オンライン応募 でオファーが出ると、その提出をしたものを実際に国際郵便で物理的に送るっていう流れ で CV も研究経験とか出版物とかをまとめるといいと思います。一つは成績なんですけど、確か僕のコースでは第三者機関で、まあ、成績の再計算をするようなサービスは使わずにそのまま、原稿を出してくださいっていうの指示があったような気がします。で、まあ、語学力は、受けていただいて、で、推薦状なんですけど、まあ、3人くらいだと思いますが、私の場合、結構割と多く出して、4人、5人出してたような気がします。で、最後、まあ、どの大学さんでもあると思うんですけど、パーソナルステートメントといって、まあ、死亡理由とか含めなんですけど、
ちょっとユニークだなと思ったのは、この修了後ですね、学位を取得して修了後、まあ、自分の国に帰るのか否かみたいなところを聞かれるところがあって、まあ、ここはまあ、変に濁さず、まあ、論理的に、まあ、考えてますとか、まだ決めてませんとか、まあ、ちゃんとロジックを通して書くといいと思います。で、留学中の話なんですが、で、私の修士コースですね、はタイムラインとして1年間で終わるものだったので、8月始まりですね。で、7月終わりで、学位はだいたい9月頭とか8月終わりで出るような感じになってます。で、1週間にだいたい4、5授業ですね、あるんですが、1授業だいたい3時間ずつぐらいになってて、まあ、クラスメートは30人くらいいて、PhD 士でも割と多いイメージでした。で、年齢も20代から40代という、まあ、いろんな人たちがいました。で、3セメスターくらいで1年間構成されてるんですけど、セメスターは4ヶ月ぐらいですね、1セメスターは。で、まあ、一番最初に入って8月、その直後にいきなり英語のテストを受けさせられて、でもしこれに落ちると、自動的に週に2時間授業が追加されるらしいです。ただまあ、そうですね、実際これにあまり通らなかったみたいな話を聞くのは、多分中国人の学生が多かったっていう話を聞いています。で、セメスター2ですね、になると、修士論文のいわゆるプランニングと、それから修士論文の指導官のいわゆる割り当てが始まります。で、実際にこのセメスター2が終わって、この最後のスペシャルセメスターなんですけど、まあ、地獄のセメスターって言われてて、この3ヶ月で修士論文の実装を終えてくださいっていう話です。で、ここのスペシャルセメスターで修士論文を書くんですが、この最後のセメスター2の時点で、割と母国に帰って行う学生も多いので、まあ、コースの特性上データさえあれば、何でもどこでもできるというような感じなので、割とセメスター2で帰る学生も多いようなイメージです。で、評価基準としても割といろいろ個人ワークとかもあるんですけど、一番半分以上を占めているのがグループプロジェクトだったりします。で、軽く授業のコンテンツをお見せできればと思うんですけど、画像領域分割といって、まあ、グループプロジェクトで取り組んだんですけど、ドライブレコーダーの画像に対して、いわゆる人工知能の、根幹技術とか機械学習とかあるんですけど、これ、道路であればオレンジで、マーキングして、で、木とかであれば赤でマーキングしてみたいな、こういわゆる、画面を構成しているものを色分けしていくことで、まあ、実際にそれを例えば Google ストリートビューでシンガポール全体にマッキングすると、どこにどういうものが分布しているというのが可視化できるという話で、まあ、実際これグループプロジェクトで行ったんですけど、その後、実際にまあ論文に、提出して、ジャーナルに提出して、まあ、採択されるというような流れを経ています。で、他にも地震の解析を、まあ、ソフトウェア使って行ったりとか、まあ、普通にウェブに、シンガポールのタクシーですね、のリアルタイムの位置情報をマッピングして、実際にウェブの、まあ、プラットフォームをサクッと実装するようなことも、授業のコンテンツとして、行われていました。で、ちょっとピックアップっていう題名なんですけど、ちょっと面白いよっていうところですね、にお話ししようと思うんですが、まあ、教授陣が面白いっていうのはかなり大きいと思います。基本的に、NS 自体がお金をかなり払って有名なところの、有名な先生とかを引き抜いたりしてるので、MIT とかから講義とか、MIT の先生が来たりとか割と多かったです。で、まあ、ダイバーシティって書いてますが、もちろんいろんな人種がいて、で、シンガポール、西洋系もいれば、アジア系もいれば、アフリカ系もいればって感じなんですが、まあ、もちろん宗教的にも言語的にもダイバーシティっていうのはまあもちろんなんですが、同じデータを見た際にどういうアプローチをかけるかっていうのは、そのいわゆる、過去の教育機関で受けている指導が違うので、またそこに関してもアプローチのダイバーシティがあってかなり面白いです。で、まあ、実際過去のバックグラウンドに関しても、過去一番学士の時に、オックスフォードのバイオロジーで、今実際 NES のジオグラフィーというかなり大きな変遷を経てる学生もいて、かなり面白いかなと思います。
で次に、まあ、美しいとか利便性が高いですね。割 と、 勉強する環境というのが整っているので、きれいなキャンパスの中で快適に勉強できると思います。で、まあ、利便性って言ってるんですけど、まあ、キャンパスの中にあるコンビニですね、は事前に、まあ、銀行とデビット契約をしていると、手をかざすだけで全て買い物ができて、何もポケットから出す必要がないというような感じになって、かなり最先端の雰囲気が出ています。で次にグループプロジェクトとかでもそうなんですけど、いわゆる分野と分野の隔てがあまりなくて、基本的にはそのなぜこういう方法論をこのデータに適用したかとか、こういうアプローチを取ったかっていうところのロジックがきちっとしていれば、何と何でもありなので、今まで過去で学んだものがここで使えなくなったってことは全くないです。で逆あそうですね、で大学の位置を軽く説明するとここら辺ですね。でこれがダウンタウンでオーチャードと言われているエリアで、楽園と呼ばれている島があって、セントーサ島ですねがあって、まあ、ここにユニバーサルスタジオとかあるんですけど、どちらに関しても大体、まあ、地下鉄で10分15分とかで行ける距離なので、かなりアクセスはいいです。で逆に少し激しさを少し、申し上げておくと、かなり激しいところもありますと。でグループプロジェクトが半分以上占めているということは、逆に言えばグループ分けかなりシビアになります。で入学パーティーとかもあるんですけど、同じコースの学生がいるとかなり根掘り葉掘り聞かれて、いわゆるスキルの、まあ、どれだけ持ってるんだというところを測られたりします。でもちろん、基本的に平均的にはかなり優秀な学生多いんですけど、やはりトップ層と一番あまりできない人を比べるとかなり能力値の偏差が大きいので、戦略ゲームみたいで面白いんですが、まあ、きつい人はきついかもしれないです。ただまあシンガポールの競争社会の一面をかなり、まあ、反映しているので面白いかなと思います。実際、まあ私の場合コンピュータサイエンス系で、まあ、重宝されたんですけど、まあ、ジオグラフィーの方の知識がゼロだったので、まあ、不足している知識はまあ自分で学び直すというよりかは、まあ、人で補完してというような、まあ、戦略ゲームになってました。で自分のスキルセットはどういう力を持っている、どういう、まあ、力があるかっていうのは最初に周知させておく方がいいと思います。で次にアウトプットできないイコールゼロみたいなところなんですけど、世界各国から来る学生は割と見せ方がうまいです。でプレゼンライティングとかデモとかいろんな見せ方があると思うんですけど、悪く言うとかなり実際持ってる力より見せてくるので、それだけ、どれだけアウトプットというところに力が置かれてるかっていうところは、事前に、意識しておいた方がいいと思います。でこういう中で、まあ、一応適応力があることが前提なので、まあ、高温多湿な屋外シンガポールで、まあ、常に15度の屋内エアコンが効いてっていう感じなので、まあ、体調も含めですね。それからまあその中で膨大な量を真面目に詰め込むっていうのはかなり危険なので、そこはまあ効率性を重視して、行ってくださいというところですね。で英語が基本的には使われるんですが、まあ、多言語、まあ、シングリッシュとか英語、シンガポールの英語ですね、飛び交う時もありますが、だんだん慣れてくると思います。で生活なんですけど、私はちょっと、まあ、シンガポールの、居住形態とかも少し興味があって、全て違うセメスターごとに違う家に住みました。で一つは学生寮、一つは一軒家、一つはタワーマンションっていうような形なんですけど、まあ、家賃はだいたい6万から12万くらいですね。ただこれは一部屋で、一部屋というか、例えばシェアハウスの中のうちの一部屋で12万とかなので、かなり家賃の高い方だと思います。でインターネットかなり早いですね。研究室レベル以上の速さが出てますとこも。で通学はかなり、交通機関はかなり整備されているので、バスとか地下鉄でどこからもキャンパスから15分圏内に住めると思います。タクシーもかなり安いので遅刻するってそうそうないと思うんですけど、キャンパス内に走ってるシャトルバスもあって、でそれに乗るは乗るんですけど、かなりキャンパスが広いので乗り間違えたらほぼほぼ遅刻が確定というような形になります。で食事に関しては、まあ、大体ホーカーと呼ばれる民間の食事の食堂みたいなところがあって、でそこでまあ大体200円500円でかなり安く食べれるかなと思います。でスタバとマックは大体同じくらいの水準 でレストランに関しては税金とかがいろいろかなりかかるので、日本よりかなり高いかなというような感じです。なので総額、私のコースで言えば大体学費、300万弱と生活費200万くらいあればという感じなんですよね。で、
一応シンガポールの教育省が出している、MOE グラントっていう、卒業後シンガポールで働けば学費のかなり免除を受けられるっていう制度なんですけど、私の年度からちょうど廃止になったので、ちょっと若干、ごちゃごちゃっとしたところもあります。でコロナの影響に関して少し言及しておくと、日本とあんまり変わらないかなと思うんですけど、2月の頭くらいに到来というような、話をメディアがわーっと拡散して、で、意外と、あまり影響がそこまでなくて、そこからでセメスター2の終わりで4月ですね、4月の頭くらいに、最終プレゼンがあるんですが、大体その時にちょっとサーキットブレイカーというロックダウンの簡易版ですねが発令されて、なので最終プレゼン最後の週の2週間3週間だけは完全オンラインになりました。で、ただもちろんそのスペシャルセメスターという最後のセメスターにも影響出てるんですが、私のプログラムの場合、そのセメスター2で帰る学生が多い、母国に帰る学生が多かったので、ここはそこまであまり影響を受けてるっていう話はそこまでイメージないですね、プログラム的には。なので、私の代で言うとそこまで影響はなかったかなというような感じです。で、一応タワーマンションにこの時に住んでいたんですけど、セメスター2の終わり、プールとか全面立ち入り禁止になったので、この景色、見晴らしがいいとことかを、自ら、つかみに行って、ここら辺で、35回くらいで見晴らし良かったんですけど、ここでメンタルケアとか自分のケアとかをしながら、学生生活を、終えたというか、修士論文を書いてました。で最後、留学後の話なんですけど、卒業した後どういうところに行くかですね。で多くは、アカデミアか民間に行きますと。で、実際コロナ禍でしたけど、博士後期課程とかリサーチポジションサイエンティストになっている、友人はかなりいます。で、民間に関しては、もちろん IT 系であったり、金融系であったりとか、あとジオグラフィック、地理情報システムといわゆる、GIS と呼ばれる、界隈とかに行ったりします。で、奔放な人なんですけど、割とイメージだったのは、イメージしてたのは、卒業してから皆さんギャップイヤーと取られて、いろんなところで自分のやりたいことを見つけて、ゆっくり行くのかなと思ったんですけど、割とそれはマイナーでした。ほぼほぼ皆さんを、もう修士論文書く前に就職先を見つけてみたいな感じです。で卒業後もシンガポールに入れるのかっていう話なんですけど、平常時であれば十分いけます。NUS 内で進学であったり、リサーチポジションとか、それから民間であったら、他に、NUS の他に NTE、SMU という大学があるので、そこら辺は信頼性高いです。ただコロナ禍においては、アカデミアとか民間に関してはかなり制限がかかっていて、シンガポール国民がかなり優先されますと。なので、ビザ含め割と厳しいような雰囲気が今漂っています。ただ一応どのみち、企業さんからアクセスされるとかに関しては、リンクトインが基本なので、リンクトインイコール履歴書だと思って、アカウントを作っておいた方がいいというのは、多分日本でもシンガポール以外でもそうかもしれませんが、これは基本だと思います。ではまとめとして、想像している以上に糧になりますというのがまとめです。で最新の金融テクノロジーに包まれながら、いろんな人がいて、能力、専門性が民族文化的にカオスな点というのは、いい意味でも悪い意味でも日本と比較する対象となると思います。で、変化が大好きならベストというところなので、そういう環境にいたいという人にはベストです。でもし何か質問があればとかいう話だと、左下に載せてるウェブサイトで、なんかメールか何か送ってくれると、個人的には返すことができますのでお願いします。それから、一つアナウンスなんですけど、今 MIT で研究活動されている方が、研究員募集していまして、で、来年の7月ですかね、来年から NUS の、教授職に就任されるというところで、大学院生、博士課程の方ですね、それからポスドク、それから交換留学生、短期留学生を募集していまして、で、コンピューターサイエンスの、学科になりますと。で、その中で、学費免除、授業料免除、でそれから、生活費なども、サポートしていただけるので、マシンラーニング、ディープラーニング、機械学習とか、いうところの界隈にいる方は、ぜひ、応募とか、それから川口さんという方なんですけど、連絡を取ってみてください。はい、ということで、私からは以上になります。
山本さん、ありがとうございました。では続いて、清華大学の PhD 課程に所属されている平松さんの方に、バトンタッチをしてお話ししていただきたいと思います。はい、では平松さん、よろしくお願いいたします。はい、平松です。聞こえますでしょうか。聞こえますか。大丈夫です。大丈夫ですか。それでは、清華大学物理学科の平松です。本日は、理系大学院、中国の理系大学院の留学についてお話しする機会をいただきました。アメリカの、大学院学生会様、並びに、花井情報科学振興財団の皆さんに御礼申し上げます。本日お話しする内容は、こちらです。まず清華大学に関する基本的な情報を皆さんと共有したいと思います。次に私が経験した学生生活に関してお話しします。研究やコースワークといった学業だけではなくて、特に経済的なサポートと奨学金、コロナ禍での健康と衛生に関しては特に私が重要だと考えますのでお話しします。その後入学の審査試験、卒業後のキャリアに関してお話ししてまとめます。時間は15分少々を予定しています。本題に入る前に私の自己紹介をさせていただきます。私は富山県の高等専門学校で電気工学などを勉強した後、東京大学の物理工学科に編入しました。ですから普通の高校を卒業していないっていうところが、まあ、僕の強みであり、まあ、弱みでもあるんです。で、編入学した時に、まあ、大学では物理学の中でも特に光技術をまず勉強して自分の強みにしたいと思いました。そこで、生産技術研究所で、赤外プラズムミックスの研究をさせてもらったり、また1年間の休学をしまして、オーストリアの半導体センサーメーカーであったり、アメリカの大学などで研究やインターンを行いました。大学卒業後に、中国に進学しようと考えたきっかけの一つは、半導体センサーメーカーで半年間インターンした経験です。インターン先の企業はヨーロッパのオーストリアにある企業で、研究開発のみを行っていて工場を持っていませんでした。まあ、いわゆるファブレスと呼ばれている形態です。では、どこで生産していたかというと、台湾や中国などのアジアです。円グラフに示してあるのが、半導体生産の地域別シェアですけれども、まあ、半導体の過半数は日本を除くアジアで生産されています。まあ、ですから、半導体企業の幹部の方が出張する先は、ほとんど日本を含むアジアでした。さらにですね、その時僕がアサインされていたプロジェクトも中国の消費市場を視野に入れたものでした。僕が力を入れて勉強していた光技術に関連して、スマートフォンに組み込めるぐらいサイズを小さくした大気汚染センサーの特許に携わりました。まあ、中国でスマホを使っている方々っていうのは10億人を超えますので、まあ、企業としても力を入れるっていうのはもっともの話かなと思います。ですから、ヨーロッパの半導体センサーの企業では、まあ、生産市場も、まあ、消費市場も巨大な、まあ、アジア諸国、特に中国とのつながりを深くしたいという考えがあったみたいです。まあ、そもそもアジアとつながりを強くしたかったからこそですね、東大の留学フェアにその企業の方が来られて、僕がインターンに申し込めたっていう事情もあります。まあ、僕も、インターンした時はですね、まあ、月並みですけれども、アジアの可能性は面白いなというふうに思いました。帰国後に大学院で留学したいと考えた時には、僕もまずですね、ヨーロッパ、アメリカの大学院を検討いたしました。しかし GPA が3程度低くて、アメリカの名門大学院の入試だったり、まあ、もしくは奨学金を得るためのですね、競争を突破できる自信がなかったんですね。そこで、まあ、いわば苦肉の策として、当時はほとんど誰も着目していなかった中国の進学を検討しました。まあ、その他にも、まあ、休学をしていたせいで、ちょっと大学の卒業がちょっと数ヶ月遅れてしまったとか、まあ、家族と自身の健康の問題とか、事情はあったんですけれども、結果的には、伊藤国際教育交流財団様のご支援をいただきまして、清華大学の物理学科に進学しました。まあ、こういった事情でですね、まあ、科学研究だけを考えていったわけではなくて、まあ、進学の難易度もそうですし、まあ、ビジネス分野を含んだ、まあ、卒業後の出口を見据えて、まあ、いわばなんか総合的に考えて、ニッチ戦略のようなものとして決断したのが私の中国留学です。新型コロナウイルスが発生した後は、まあ、日本に帰国しております。で、現在は理化学研究所で実験のトレーニングを受けると、
ような状況です。はい。さて、本題に入っていきたいというふうに思います。まず、清華大学に関してお話しします。まあ、大学の敷地っていうのは、もともと清の時代の庭園に建てられたもので、まあ、とても大きく美しいです。また、設立当初はアメリカとの交流も深かったというふうに聞いております。面積で言えば、例えば東京大学の10倍ぐらいあると、まあ、いうふうに、あ、間違えました。東京大学の本郷キャンパスの10倍ですね。まあ、非常に大きい。というふうに考えていただければと思います。まあ、この写真にあるように、まあ、綺麗な場所もありますけれども、まあ、科学研究に関しては、まあ、やっぱり非常に活発な投資が行われているという、側面もあります。新しい研究施設が、まあ、いくつも建って建設されていますし、まあ、特に IT の分野ではその傾向は強いように思います。まあ、大学の中でも、図書館の自動運転だったり、まあ、顔認証決済みたいなものは、まあ実用化されています。まあ、先ほど山本さんがおっしゃってた、まあ、手のやつは、ないんですけれども、まあ、顔認証で大学の成績証明書を発行するとか、まあ、そういったのはあります。で、まあ、物理学科なんかと関連しているのが、今建設中の新実験棟です。ここですね。まあ、非常に大きな建物で。で、まあ、またですね、物理学科の建物自体もですね、今は複数の建物に点在していますので、まあ、新しく建物を建てて、そこに引っ越すという計画もあるそうです。で、続いてですね、清華大学の研究と教育に関して、もう少し詳しくお話しします。まあ、他の大学に比べて、大学院生が少々多いというのが特徴かというふうに思います。まあ、比較対象は、日本の国立大学です。で、国際的な評価を指標化しますと、現在の清華大学は QS ランキングで、世界15位。US ニュースの分野別ランキングでは世界のトップ10に工学と材料科学、科学、コンピューター科学、物理学が入っています。で、クラリベート社が発表している、まあ、コーヒー飲用社の所属でも9位にランクインしています。まあ、ここで少々強調させていただきたいのが、2018年の19位から2019年の9位に躍進をしたということですね。まあ、こういった意味で、まあ、すごく成長が著しい大学のうちの一つかなというふうに考えております。まあ、これは、まあ、一応、清華大学に、まあ、構成員というか、まあ、末席を怪我している、まあ、僕も嬉しいんですけれども、まあ、全員がこのままの方向性でいいと考えているわけでも、ないようです。まあ、大学院入学式で、清華大学総長がされた発言というのを、私が意訳して、抜粋した内容をご紹介いたします。まあ、QS の世界ランキングで東大を抜き、一部の分野では MIT やスタンフォード大学よりも高い評価を受けている。それでも我々が他大学の仲間から学ぶことは多い。まあ、具体的にはですね、他国に追随する研究が多くて、まあ、重要な論文の数、安全管理やセキュリティ、科学倫理などに対して、他の大学に遅れを取っているといった、まあ、こういったものを問題意識として持っているようです。でさて、次にですね、私が現在受けている授業とか、研究生活をまあ簡単にお話しすればしたいなと思います。授業はオンラインで受講して、できます。私も日本から、受講しております。研究室の、ミーティングも日本から参加しています。まあ、その際主に使うのが、まあ、UCARTANと呼ばれる、まあ、清華大学が、構成した、学務システム、あるいはテンセント社、WeChat を作っている会社ですね、が作った Boob ミーティングです。アメリカの Zoom はほとんど使わないんですね。ですから、Zoom の使い方とかっていうのは結構中国人の方って不慣れな方が多いですね。まあ、僕もあんまりこう得意ではないです。で、実験は、今は日本で少々行わせていただいております。まあ、その裏にはですね、清華大学と理化学研究所の間で協定であったり、人材交流がございますので、まあ、それの、まあ、ご高齢といいますか、それの恩恵をいただいております。で、まあ、自主期間中であったりは、まあ、理論の勉強だったり、シミュレーションだったりをやりました。これは一応アニメーションになってますので、まあ、見てください。で、こちらのですね、青色の括弧の中はコロナの前です。つまり去年の話です。まあ、今後、こういったコロナの前のような生活に戻るっていうのは少し難しいかもしれないんですけれども、まあ、ご参考までに、こんな感じでした。次にですね、入学後のカリキュラムについてご説明します。清華大学物理学科を例にとります。欧米の大学を、参考にしたところが多いので、まあ、欧米と似ているところがやっぱり多いんじゃないかなと思います。特徴としてはですね、まあ、研究室配属が入学時にあります。で、また授業は中国語で行われます。
ただですね、先生によってはスライドとテスト、宿題を英語で作成してくださることもあります。で、留学生は中国語の試験、中国語を学ぶための授業も受けます。で、博士課程の3年目に進むためには、博士資格試験というものを受ける必要があります。で、これを半年に1回、2年間合わせて4回のチャンスがあります。まあ、大体半分ぐらいの方は1回目なんかでほとんど合格されるんじゃないかと思います。まあ、私も1回目で合格できました。まあ、そんな感じですね。で、清華大学の全体のガイドラインとして、2019年以降、博士号を取るために論文出版が必要ないというふうになっています。まあ、もちろんですね、卒業生の多くの方は論文を出版した上で卒業しますので、まあ、これは形式的な学位要件を撤廃したという意味です。まあ、自分の大学だけで学士審査が、博士の審査ができると宣言したというふうに私は理解しています。まあ、このように論文出版が必要ないというのは別に世界でも珍しくなくて、東京大学の一部の学科であったり、まあ、アメリカの UC バークレーだったり、まあ、多数の大学があるというふうに聞いております。まあ、これに関して一つ関連した小話をいたします。まあ、中国にはですね、まあ、1600年前に書かれた桃花源記っていう詩があります。これですね。これはまあ魚を捕る漁師が桃の林に迷い込んだ後、まあ、好奇心からどんどん進んでいくと、鬱蒼とした林から急に視界が開ける。まあ、そういった状況を描写した詩です。まあ、博士課程の生活もまあこんなものだから、好奇心に従いなさい。まあ、これは、まあ、これも私のブログで紹介させていただいたんですけれども、大学総長が入学式でおっしゃっていた話です。まあ、私の研究室でもですね、まあ、論文が出版されたときに先生が中国の古い詩を引用して、まあ、うんぬんかんぬんみたいなことを言ったりもします。まあ、数千年の文化の蓄積っていったものには中国にはございますから、まあ、それと最先端の科学、どちらも味わえるっていうのが、まあ、中国のですね、理系大学院の魅力ではないかと考えています。次に中国の学生生活を私の経験からお話しします。重要なのは WeChat と呼ばれるアプリです。これは日本で言えば LINE のように、メッセージをやり取りしたり、SNS として写真を投稿したり、まあ、ほとんどあらゆるお金の決済を行ったり、宿題提出、授業受講などをカバーします。まあ、その他ですね、電車、バスは非常に安価です。近距離1、2元って書いてありますけど、これ30円とかそこら辺っていう意味なんですね。すごく安いです。で、まあ、国内旅行をしようとしたら、中国国内に高速鉄道網が発達しています。まあ、新幹線みたいなものですね。これも、中国が非常に大きいですから、まあ、これはすごい便利だと思います。通学の時にはシェア自転車、こういったものも使えます。で、タクシーの配車アプリ、DD も安価です。これはUber の、まあ、後発です。で、まあ、食べ物のデリバリーだったりも結構非常に普及しています。あとオンラインショッピング。で、おそらく注意していただきたいのが、LINE であったり、Twitter、Gmail、Zoom などの使用にはですね、中国国内からはVPN ってものを利用する必要があります。まあ、例外としてマイクロソフト系列のやつ、アプリがあるんですけれども、まあ、基本的にはですね、まあ、海外のソフトを使おうとすると、まあ、VPN を経由する必要があります。まあ、ここはご注意ください。都市部の中で私が見た範囲では治安はいいので、まあ、学生生活は、まあそんなに、まあ、不安になる必要はないかなというふうに思います。で、まあ、ご飯は非常に美味しいです。まあ、僕も中華料理が大好きでして、特に大学のキャンパスではですね、15個以上の食堂があって、中国各地の美味しい中華料理を学生割引で楽しむことができます。またですね、タピオカミルクティーのお店もキャンパスの中にありますので、まあ、疲れた時にはそれを飲むこともできます。続いて、大学院生の金銭的サポートに関して、私の把握している範囲でお話しします。私はですね、伊藤国際教育交流財団からご支援をいただいているので、まあ、今のところ、中国政府奨学金ではありません。ただ、来年以降は中国政府奨学金に申し込む予定ですので、まあ、物理学科の学生では、典型的な中国政府奨学生を例にとってご紹介します。まあ、これは物理学科に限らず、まあ、留学生を含めて、清華大学博士課程大学院生の過半数が受け取っている金銭的サポートです。まず第一のサポートっていうものが、奨学金、授業料、料費免除です。で、それにプラスして、3500元が、いただける中国政府奨学金。
で、さらに、研究室からはリサーチアシスタントシップとして2000元から3000元程度。まあ、これで全部で合わせてですね、まあ、9万円ぐらいもらえるというふうに、考えていただければと思います。はい。で、もし、それ以外にもティーチングアシスタントシップなんかでお金を、まあ、稼ぐって表現は良くないんですけれども、まあ、いろいろとこう、お金を捻出しなきゃいけないっていうときには、そういった道もあります。また、研究を頑張ればですね、研究報奨金っていうものもですね、非常に充実していますので、それも申し込むことができます。はい。で、支出に関しては、こちらに書いてある通りです。まあ、これはもちろん僕の、例というか僕の想定なんですけれども。まあ、住居費は、中国政府奨学金の場合は免除されています。食費は、まあ、学割が効くのでそんなに高くならないと思います。で、通信費は非常に安いです。20元っていうのは、まあ、月あたり本当に数百円とかそういった水準になってくるんじゃないかと思います。で、まあ、海外旅行保険とか、まあ、国民年金、健康保険とか、まあ、そういったものも日本の方に払っておく必要がある方もいるかなというふうに思いますので、一応挙げておきました。コロナ後の場合はですね、やっぱり一時帰国、自主隔離費用でですね、非常に多くのお金がかかってくる可能性がありますので、こちらもご注意いただければというふうに思います。まあ、お話しした内容で、授業料であったり、療費免除、プラス9万円ってそんな高くないなっていうふうに、まあ、思われる方もやっぱり多いと思うんですけれども、まあ、これは実は学生としてはですね、中国全体の所得水準を考えるとですね、かなり高く、まあ、恵まれた立場であるということもまた事実です。まあ、それに関しても、まあ、お伝えしておきます。まあ、これは清華大学、北京大学にある、石碑です。ふさわしくありなさいという意味だと僕は理解しています。もし他にですね、奨学金を申し込みたい場合にはですね、こういった奨学金がございますのでご紹介します。まず、渡航先に制限を設けていない奨学金はこちらにリストしました。もう少し詳しいリストは、例えばエクスプレーンさんにございます。まあ、これは渡航先に制限を設けていないので、アメリカに行かれる方、もしくはヨーロッパに行かれる方 と、競争する必要があります。まあ、そういった競争を避けるためにはですね、中国留学またはアジア、アフリカ、ラテンアメリカ諸国留学が対象となっているこういった奨学金に申し込むと良いかもしれません。まあ、そのうちの一つは、中国政府奨学金であったり、松下幸之助国際スカラーシップ、火山会、市政府奨学金、HSK 奨学金などです。まあ、こういったものも、ご参考までにお伝えします。はい、で学生生活の最後にですね、健康と、衛生に関してお話しさせていただきます。中国の大気汚染というものは、近年はですね、非常に良くなっているんですけれども、まだまだですね、日本のようなですね、比較的島国で空気がきれいなところから行くとですね、ショックを受けることもあるかと思います。まあ、僕もその一人だったんですけれども、まあこれは中国の内陸の西安で、僕が今まで経験した一番ひどい、大気汚染です。まあ、ここに僕が立ってるんですけれども、ほとんど見えないんですよね。まあ、これが一日中ずっと続く。まあ、極端な話、電車の中でもこんな感じと。まあ、そういった状況ですので、まあ、こういったものは、しっかりと考慮しておく必要があるかなと思います。ただ、PM2.5 って呼ばれている微粒子の数なんかを計測しますと、ぐんぐん下がっているというのもまた事実でして、まあ、その背後にはですね、中国政府のかなり積極的な取り組みがあるそうです。他にはですね、まあ、予防接種ですね、日本から渡航される方は A 型肝炎、B 型肝炎、日本脳炎、狂犬病のワクチン接種が推奨されています。最後にですね、コロナウイルスに関してです。コロナウイルスはですね、中国は今のところ、2020年の12月の現在の段階ではですね、かなり抑え込めているというふうな認識を私は持っております。例えば北京では、まあ数ヶ月間感染者がほとんどいないといった状況です。まあしかしですね、情報であったりは、まあ可能なら、駐在経験のある方、もしくは信頼できる方などにダブルチェックしてもらうようにしてください。まあどこの国にも、まあ、いくつか問題はあると思うんですけれども、コロナウイルスに関して言えば、中国の大学の寮は相部屋ですので、それはまた一つ問題に
なりかねないと思います。また食堂のテーブルの清潔さ、まあ、これは食文化に、起因してますけれども、感染のホットスポットになりかねないと私は思っております。またあのトイレの問題も非常に大きな問題です。はい、それではですね、入学審査に関してお話ししたいと思います。入学審査は10月頃から始まる書類審査がメインです。提出書類はこちらにリストしたものです。まずは志望動機書、そして学習、まあ、パーソナルステートメントと言われているものですね。あとは学習計画書、学部時代の成績証明書、教授2人の推薦状です。まあ、これも多分山本さんだったりがお話したところとあんまり大きくは変わらないんじゃないかなと思います。僕は今日、まあ、昔所属していた、卒業研究を行っていた研究室の先生であったり、あとはその前に研究を行っていた研究室だったりの方に書いていただきました。で、成績はそんな僕良くなかったんですけれども、はい、で、必要スコアは、まあ、この3つを満たさなきゃ今は入れないそうです。昔はまた違ったんですね。僕が入った時は違ったんですけれども、今はこの3つのスコアを満たす必要があります。1つ目は GPA。1つ目は中国語能力検定の HSK。で、英語の TOEFL。これですね。まあ、これは全て足切りの水準ですね。まあ、これぐらいの能力がないと確かにちょっと厳しいかもしれないなっていうのは、まあ、思います。まあ、そうですね。多分、アメリカだったりだったら、英語力はもっと高い水準が要求されるでしょうし、成績ももっと高い水準が要求されると思います。まあ、ですから、ここら辺は、まあ、足切りになってくるんじゃないかなというふうに思います。まあ、偉そうなこと言って、僕は多分この GPA3.2 には取れなかったかもしれないんですけれども。はい。まあ、いずれにせよですね、今後も変更があり得ることに注意してください。またですね、全体的な感覚として、入学プロセスでは、指導教授の裁量が大きいように感じました。はい。最後にですね、卒業後の進路に関してお話しします。まずこちらをご覧いただければと思います。こちらは清華大学の卒業後の進路なんですけれども、まあ一番大きな、進路となっているのが、研究所と大学。これで 40% ぐらいですね。で、さらにその他の企業、まあ、民間企業に行かれる方もいます。で、政府関連機関と国有企業、これで 30% ぐらい。まあ、こんな感じが清華大学の、まあ、統計として出ています。まあ、他の大学ではまた事情は全然違ってですね、例えば復旦大学、上海にある大学ですけれども、まあ、ここは、病院とかですかね、医療関係のところに行かれる方が多いみたいです。まあ、これは大学によってまた全然違うといったことです。はい、ですね、まあ、参考までに中国の平均月収をお話し、まあ、上げました。まあ、これはなぜかというと、大学を卒業して、まあ、頑張って、修士なり博士なりの、学位を取ったとしてもですね、その後、日本にいた頃に比べて平均、年収が上がるとは限らないってことは、まあ、はっきりと申し上げておきたいなというふうに思ったから、こういったことを言います。と申しますのは、あまり、こう、平均の年収が高くないので、そこから例えば 1.5 倍とか2倍になったとしてもですね、教育を受けたことによって、まあ、どうしても、こう、日本であったり、先進国、もしくはアメリカ、ドイツだったりに行った場合とは、まあ、ちょっと比較するのは苦しくなってきちゃうと。まあ、こういうことはですね、僕も、はい、まあ、そういった事情でですね、まあ、こういった平均月収のデータというのは頭に入れておいてからですね、進路のことだったりを考えていただくというのは、まあ、賢明かなというふうに考えます。で、その他、海外ポストドクっていうのもですね、人気で、でした。まあ、今はですね、中国国内への就職というものをメインでお話ししたんですけれども、次は、主に日系企業への就職をお話ししたいと思います。私が、中国で得た知識、経験、中国語力が評価されうる進路というのは、まあ、私が考える限りはメーカーと商社が、まあ、2トップかなと思います。
まあ、その理由というのは、まずメーカーに関してお話ししますけれども、メーカーは日経中国関連株の選定企業のうち6割を占めているんですね。まあ、日経中国関連株っていうのは、まあ、日経新聞が選んだものなんですけれども、中国で積極的に事業展開を進めている企業です。まあ、それは、まあ、電気機器、機械、自動車産業、化学産業を中心にメーカーが6割です。こうですね。ですからですね、メーカーに理系の大学院を卒業された後はですね、就職するってことをですね、考えてみるといいのかなというふうに思います。特に電気機器関連の B2B 企業、特に村田製作所さんであったり TDK さんなんかはですね、中国売上比率が 50% を超えていますので、まあ、理系の大学院、中国の理系の大学院を卒業したらですね、まあ、評価してもらえることもあるかなというふうに思います。その他商社なんかもですね、やはり中国での経験を評価してくれる可能性があるかなと、まあ、私は個人的に思っています。まあ、これは伊藤忠商事さんのですね、最新の投資家向け情報なんですけれども、まあ、総合職の、全総合職の3分の1に当たる1000人を中国語人材にすると言っているわけなんですね。まあ、ですから、まあ、ちゃんと学位を取ったなら、それも評価してくれるというふうに私は考えております。その他ですね、国際特許弁理士事務所等もですね、まあ、就職先としては考えてもいいんじゃないかなというふうに思います。まあ、近年の国際特許の申請であったり、国際品質マネジメント企画の申請数は、中国は今世界一多いです。また学位と経験が活かせます。その他にちょっと番外編として金融というものもお話しします。特に証券会社ですけれども、上海キャリアフォーラム、まあ、ボストンキャリアフォーラム、上海キャリアフォーラムみたいなものがいくつかあるんですけれども、まあ、そこには金融企業が多く出展しています。清華大学の日本人会のグループチャットでも求人が結構回ってきますので、こちらもご検討いただければと思います。はい、最後に、まあ、私からのメッセージをお伝えしたいと思います。まあ、簡単に、お話しします。まあ、成長著しい中国への進学というのは、まあ経験の幅を広げてくれるかなと思います。まあ、これは私自身がそうでした。またですね、コロナ禍で、まあ、いろいろな思いをされている方がいると思いますけれども、健康には、くれぐれとも、くれぐれもお気をつけくださいと。まあ、こういったメッセージで、おらせていただきたいと思います。最後までお付き合いいただきありがとうございました。ご質問、ご意見等ございましたら、私のメールアドレスまで、お願いします。はい、平松さん、ありがとうございました。ですね、では最後に、私の方からは、オーストラリアの大学院進学についてお話しさせていただきます。改めまして、西オーストラリア大学の人間科学部の修士課程を修了しました元岡と申します。よろしくお願いします。はい、まず、私がお話しさせていただく内容は、このような感じになっていて、初めにオーストラリアの大学院の概要をお話しさせていただいた後に、留学にかかる費用や、すいません。あ、はい。この画面の共有お願いしてもいいですか。あ、すいません。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。そうですね、トピックは、オーストラリアの大学院の概要と留学にかかる費用と出願の書類と方法、最後に、私の体験から感じたオーストラリアの大学院の、メリットとデメリットについてお話しさせていただきます。はじめに、自己紹介を軽くさせていただくと、私は名古屋大学農学部の資源生物科学科というところの出身です。学部3年生が終わった時に西オーストラリア大学に1年間交換留学をしました。交換留学が終わって帰ってきてからは、また名古屋大学の方で、生殖科学研究室というところで1年間卒業研究を行いました。で、名古屋大学卒業後は西オーストラリア大学の修士課程に進学しました。専門は神経内分泌学で、修士論文のテーマは多嚢胞性卵巣症候群、英語の略称で言うと PCOS といって、女性において不妊を引き起こすことが知られている疾患のメカニズムについて研究をしました。
本当にありがたいことに竹中育英会さんに小学生に選んでいただいて、経済面だけでなく本当にさまざまな面でサポートしていただいて、留学を実現させることができました。で、つい先日修士課程を修了して正式に学位を取得しました。と続いて大学と、あと大学のあるパースという都市についてちょっとご紹介させていただくと、大学のキャンパスはこんな感じで、緑が多くて、オーストラリア の, あの固有の鳥だったり、あの動物がいろいろといて、本当に植物園を歩いているような気分になれる、綺麗なキャンパスです。大学の横にも本当に広い湖が広がっていて、そこにはあの西オーストラリア州のシンボルとも言われているブラックスワンがいつも優雅に泳いでいます。と先ほどの、山本さんのスライドとは打って変わって、あの高層ビルなんかは全然ない、あのかなり、ゆったりのんびりした田舎な地域なんですが、代わりに、エメラルドグリーンのビーチがあったり、世界一幸せな動物と言われているクオッカワラビーがいたり、あとは、オーストラリアはスタバができても潰れてしまうと言われているくらい、あのローカルのカフェ文化が盛んなので、あのおしゃれなカフェがいろいろあったりして、まあ、そんな感じでのんびりとした大学生活を送っています。続いて、留学にかかる費用なんですが、まず、学費が本当に高いです。とここに今出させていただいている年間48,900ドル、これ日本円に直すと大体約390万円くらいになるんですけど、これは私が実際に払った学費になります。と大学やコースによっても差があるので、必ずしもこの値段とは限らないんですけども、オーストラリア の, あの留学生があの支払う学費は本当に高いです。で、生活費の方は、一応オーストラリア政府 の, あのホームページによると年間21,000ドルぐらい、日本円だと約170万円くらいあるかかると書いてあるんですけど、まあ、地域差やあとは生活のクオリティによる差がかなりあると私は考えています。住む場所も学生寮に住むかシェアハウスに住むかでもかなり違いますし、オーストラリアは外食が高いので、外食をどの程度するかによってもかなり差が出てきます。あとは、特にパースなんかはあまり公共交通機関が発達していないので、車をあの持っていないと結構不便な生活を強いられることになるんですが、もしあの車を持つんだったら、あのガソリン代ですとか、あの保険のお金などでかなりまたそこでもお金がかかってきますが、大体の人が、まあ、10万円から30万円程度の月々の生活費に収まるんじゃないかなと私は、考えています。続いて、オーストラリアの大学院のコースについて少しお話しさせていただくと、大体大きく分けると修士課程で3種類のコースプラス PhD という感じになります。日本の大学でいうところのいわゆる修士課程はこのマスターズバイリサーチという2年間の研究で学位の取得をするコースになります。で、私が卒業したコースもマスターズバイリサーチというコースなんですが、オーストラリアではあまりあの人気があるコースではないようなイメージです。どちらかというと他のマスターズバイコースワークという、座学の授業だけで学位を取得するコースや、1年間はコースワークで1年間は研究、この研究というのはあの日本の大学でいうところの卒業研究のようなものなんですけど、の、2つのコンビネーションで、学位を取得するという人の方が多いような感じがします。で、PhD については、オーストラリアの大学院ではだいたい3年から4年間、取得にかかると言われています。日本の大学よりだいたい1年くらい、長くかかるイメージです。次に出願までのプロセスなんですが、まず一番初めにやらないといけないことが受け入れ先の指導教員の先生を見つけるということになります。とこれが、出願プロセスの中で、一番大変なあのステップになると思います。ですね、ただもしもあの皆さんが今研究をされている日本の大学や、その他の場所でオーストラリアの、その自分の行きたい研究室にコネのある
知り合いの先生がいらっしゃったら、その先生にぜひ連絡を仲介していただくことをお勧めします。はい、そうするとですね、コネがあることで返信をしていただける確率がぐんと上がると思うので、もしオーストラリアで出願を検討されている方は、まずは日本国内で自分の周辺で、コネのある先生がいないかというのも、考えてみてください。はい、でここで、受け入れ先の指導教員の先生にあなたのことを学生として受け入れていいですよという返事をいただいて、初めて出願書類の準備に移ることができます。出願書類については次のスライドでも少し詳しく説明します。で、大体入学の3ヶ月6ヶ月前くらいにちょっと余裕を持って出願書類を提出していただいたら、大体その 1、2ヶ月後には合格通知を受け取るというような流れになります。とオーストラリアの大学院の特徴としては、年間いつでも出願可能ということがあると思います。今のようなクリスマス休暇の時期に出願することはお勧めしないんですけど、それ以外の時期だったら年間いつでも出願できて、年間いつでも入学でコースを始めることができます。とただしこれは大学を通してアプライする奨学金に応募しない場合に限るので、その奨学金を大学を通してアプライするものに応募することを考えている人は、その大学が設定している出願期間以内に出願するというイメージになります。はい、と続いて出願書類です。と出願書類に関しては大学による差が非常に大きいので、自分の興味のある大学のウェブサイトをしっかり確認していただければなと思います。ここでは大体共通、どの大学でも共通してあるかなという書類について、簡単に説明させていただきます。とまず必ずあると思われるのが入学後の研究内容の要約ですね。つまり研究計画ということになるんですが、これは、受け入れ先の研究室の先生に学生として受け入れてもいいですよというお返事をいただいて、そしていただいたらそこで、一緒にディスカッションをしながら、作成していくという形になります。と大学によっても若干差はありますが、ほとんどだいたい A4、2、3枚程度にまとめるということが多いと思います。と続いて、大学の卒業証明書や成績証明書ですね。とここで、学部生の方に特に注意していただきたいのが、卒業証明書を取得後でないと出願できないのか、それとも在学中で卒業見込みという状況でも出願できるのかというのは大学の方に、確認してみた方がいいかと思います。というのも、私の場合は在学中に卒業見込みの状態で出願したかったんですけど、大学側から、卒業証書を正式に取得した後でないとオーストラリアの大学に出願できないという返事をいただいたので、私は大学4年生を完全に卒業するまで、出願を待つことになりました。修士課程に進学されて、日本で修士課程の方にもう行かれていて、 PhD でオーストラリアの大学院を考えられている方はおそらく大丈夫だと思います。というのは、そのオーストラリアの大学院の研究コースに出願する場合には一定の基準がありますので、その基準を学部生だとクリアできてない場合があるんですね。なのでそこの LINE の方は大学の方に皆さんの方で確認してもらえるともっとスムーズにいくかなと思います。あとはこれに加えて卒論や修論のアブストの提出を求められる場合もあります。私も提出が必要だったので卒論を英訳して提出しました。で、3つ目に英語のスコアですね。TOEFL、IBT なんかも使えるんですが、オーストラリアでは IELTS が主流になります。と私がオーストラリア のトップの大学について、IELTS のウェブサイトで調べてみたところ、大体どこの大学もオーバーオールのバンド 6.5 以上というところがあります。ほとんどでした。そうですね、細かい基準については各大学にでちょっと差があるようなので、そこら辺の確認はまた大学のホームページの方で確認してみてください。はい、あと先ほどの平松さんのお話にもありましたが、 IELTS 6.5 はそこまで高いスコアではないと思うので、
他のアメリカの大学などに比べれば英語の基準は若干低いというようなイメージですね。はい、続いて、履歴書ですね。主に学歴や職歴などについて書くものになるんですが、英語の履歴書については決まったフォーマットが存在するわけではないので、自分でインターネットなどで調べながら作成していくという形になります。で、推薦書には推薦人の先生のアカデミアにいらっしゃる先生の名前が、大体2名から3名程度必要になることが多いです。私の場合は日本での、卒業研究の指導教員の先生と、あとは交換留学中にインターンシップをしていたので、そのインターンシップ先の先生の2名にお願いしました。最後に、推薦書になります。これは大学による差が非常に大きかったように思います。例えば私の通っていた UWA は、出願の際に提出が必要ないんですけど、他の大学では2通必要だったり、あとはサポーティブドキュメントとして提出が認められているという大学もありましたので、ここは大学のホームページをまたチェックしていただいて、推薦書が必要なのかどうかを、しっかりチェックしていただくことをお勧めします。はい、続いて、私の経験から感じたオーストラリアの大学院進学のメリット、デメリットを少しお話しさせていただこうかなと思います。もしオーストラリアの大学院を考えられている方がいたら、この点も少し参考にしていただければ嬉しいです。はい、まずはじめに、メリットその1としましては、出願の容易さというのがあると思います。というのも、必要条件や提出書類が少ないというのは、これアメリカやヨーロッパの大学に比べてというお話になるんですけど、特に私は GRE が必要なかったことで、精神的な負担がかなり少なかったように感じます。これはアメリカの大学院の方でも近年少し変わりつつあるそうなんですが、これがないというだけで私は本当に気が楽でした。あとは今お話しした通り、推薦書が必要ない大学もありますし、またあっても2枚でいいとか、あとは大学が、支給しているフォーマットに、先生に書き込んでもらうだけでいいというところもあるようなので、その辺のことを考えると推薦書にかかる労力もまた少し、軽くなるのかなという印象です。あとはよくある志望動機書がない、もしくはあったとしても非常に文字数が少なめで簡単な、こともあります。私の場合は大学から2問質問があって、1問目が、なんでこの大学を選んだのかということと、2問目が、大学を卒業した後に、この大学で勉強したことをどのように活かせると思うかということに関して数百ワードで回答するというものだけだったので、志望動機書に時間や労力を割いたという記憶はあまりないです。で、これの良かったところは、日本の大学での研究に専念できるということです。やっぱり母国語で研究技術やそのバックグラウンドを勉強できるというのは本当に大きくて、特に留学初期の英語にまだあんまり自信がない時なんかに、新しいことをすべて英語で勉強するのは本当に難しいので、私はこの出願準備にかける時間と労力が少なくて、日本での大学に専念できたことで、オーストラリアでの研究に本当に役に立ったなと実感しています。はい、むしろこの時間がなければオーストラリアでの研究生活を乗り切れなかったとも思っているので、本当にそこは良かったなと思っています。はい、続いてメリット2つ目ですね。これ大学からの奨学金の条件が良いというところなんですけど、これをどういうことかというのを少し解説させていただくと、先ほども話させていただいた通り、オーストラリアの大学院進学にはとてもお金がかかるので、なかなか経済的な後ろ盾がないと厳しいという人がほとんどだと思います。なので、奨学金の獲得が必要になるかなと思うんですけど、ほとんどの人が、日本で奨学金を獲得するか、現地の大学から支給される奨学金を獲得するかの、2通りに分かれるかなと思います。
例えば、日本の奨学金の方を例に出して、お話しさせていただくと、例えば船井情報科学財団さんが支給されている奨学金の内容は本当に充実していて、留学生活を送るのに十分すぎるくらいあるとは思うんですが、原則2年間の支給になっています。先ほどもお話しした通り、オーストラリアの PhD 課程はだいたい3年から4年間かかるので、2年間の支給だと若干厳しいかなという印象があります。また、例の2つ目なんですが、JASSOの方でも海外大学院の進学者向けに奨学金を給付しているということなんですが、ここだとまず授業料が年間250万円が限度とありますので、私のように、390万円かかっているという場合は、ちょっと経済的に完全に自立するのはこの奨学金ではちょっと難しいかなというような、イメージです。ではオーストラリアの大学院から支給される奨学金がどうなのかというと、ここでは、ニューサウスウェールズ大学とあと西オーストラリア大学のホームページから、スクリーンショットを撮ってきて、例を出させていただくと、まずこちらにあるのがオーストラリアの政府から、支給される奨学金になります。で、だいたいどちらの奨学金も内容を要約すると、月額日本円でだいたい20万円弱程度、あとは学費の免除と、オーストラリア政府の奨学金だと PhD では 3.5 年で、西オーストラリア大学の方から出している奨学金だと最大4年間学費が免除になります。で、これには健康保険も含まれているという形なので、オーストラリアの PhD に進学する場合はこの奨学このオーストラリア政府かもしくはその大学から支給されている奨学金の方がコースに合っているかなという印象です。はい。で、オーストラリアの大学ではPhD の学生に給料が支払われるということはないので、この奨学金を獲得してこの月額20万円の弱の生活費の手当が、いわゆるお給料として、認識されているというようなイメージです。はい。次にメリット3つ目なんですが、時差が少ないということがあると思います。これは中国やシンガポールにも当てはまるかなと思うんですが、これの何が良かったかというと、やっぱり家族、日本にいる家族や友達と連絡が取りやすいということが本当に、ありがたかったです。やっぱり留学中は大変なことがとても多いので、日本の家族や友達とあまり時差を気にせず電話ができるというのは留学中本当にメンタル的な支えになりました。次に、日本での就活を考えられている方がいたら、日本での就活もやっぱり時差が少ないことでしやすいのではないかなと思いました。というのも最近はオンラインで企業説明会をされている会社もあると思いますし、あとは例えばこのマイナビ国際派就職という海外留学を経験した人向けの就活サイトに、登録しておくと、よくイベントの情報が来るんですが、こちらも、日本との時差が少ないことで、参加しやすいんじゃないかなというような印象を受けました。で、続いてデメリットに移るんですが、まずデメリット1つ目としては主要な研究分野の違いですね。これは、オーストラリアで主要な産業と日本で大きな産業にやはりかなり大きな違いがあるので、それに伴って、需要のある研究分野にも、国内で差が生じてきます。なので、日本の研究分野、日本での自分の専門分野に基づいてオーストラリアで、研究室を探そうとすると少し難しいというケースが多いのかなと、思いました。これは私の周りの日本人の友達を見ていても感じたことで、なかなか日本での研究に直結した研究室をオーストラリアで探そうとすると見つかりにくい
もしくは見つかったとしても留学生の受け入れをしてくれないというようなケースは聞いたことがあります。続いて、そうですね、見つかったとしてもオーストラリアの研究環境が日本に比べて必ずしも優れているというわけではないということですね。なので、その対策としては研究環境がいいという点に関して言うと、大学内の研究室を調べるだけでなく、共同研究なんかを行っている周辺の研究機関なんかも PhD を受け入れているところが多くあるので、そちらの情報を調べることもおすすめします。はい。で、デメリット2つ目としては、奨学金が取れなかった場合の経済的な工面が難しいという点が あると感じました。というのも、RA や TA のポジションというのを学生に任せるケースが私の分野や私の周りではあまりなかったので、奨学金が取れなかったけど、RA や TA のポジションを獲得して、現地で資金調達しようというのはあまり現実的ではない印象でした。あとは、それ以外の通常のアルバイトなんかも留学生にとってはビザの関係だったり、あとはそうですね、勉強が忙しかったりすると、あまりお勧めできるものではないので、そういった点でも、奨学金がないと経済的な工面が難しいという印象を2年間で感じました。はい。では、最後に、一応参考になるサイトとして、オーストラリア政府が運営しているスタディオーストラリアというウェブサイトがあるんですけど、そちらの方でもオーストラリアの大学院進学について基本情報を政府の方から発行しているので、参考になることもいろいろとあると思うので見てみてください。あとは、昨日の文系の説明会で配信された内容の中にも、オーストラリアのPhD の課程に所属されている方のお話があるので、そのお話も参考になると思いますので、よかったら、動画の方を見てみてください。はい。では、私の方からはこれで以上になります。はい。はい。ではこれで第1部の講演会の方を終了させていただきますので、第2部の、パネルディスカッションの方に移らせていただきます。パネルディスカッションの間の中でも、質問の方は随時受け付けておりますので、よかったら質問の方、概要欄のリンクにあるスライドの方から、送ってください。ちょっと待ってくださいね。それでは、第2部の質疑応答とパネルディスカッションですね。画面に表示されている QR コードからも質問の方を受け付けているので、よかったらお願いします。はい。では、はじめに、第1問目の質問として、それぞれの国で留学、また研究をしていて、良かったことはありますか？という質問なんですが、こちらの質問、では山本さん、お願いしてもいいですか？わかりました。そうですね、国、私の場合、その国というか、まあ、どちらかというと大学で選んだ節もあるんですけど、ちょっと分けて考えると、シンガポールで良かった点と、あと NS で良かった点ですかね。で、まずシンガポールで良かった点なんですけど、基本的にお国柄もあって、割とみんな真面目ですと。で、まあ、基本的に徹夜徹夜みたいな学生もいるし、まあ、ちゃんと要領よくやってる学生もいるし、目がちばしてる学生もいるしってとこなんですけど、まあ、なんで、まあ、競争力というところですかね。まあ、日本が例えば、弱いとか言われてる
ものをアピールする力とか、ものの例えばある方法の他に適用する力であったりとか、そういうところのその競争力という面では自分の成長をかなり感じることができるような環境かなと思います。でシンガポールって割とやっぱりそのお国柄上、国際的な教育を受けている学生が多いです。で韓国中国とか、まあ、いろんな国の、まあ、日本との対立関係とかいろいろ関係性があるとは思うんですけど、いわゆる変なバイアスのかかってる、我々が例えばに日本 の, そのメディアで見るような、まあ、例えば海外の方 の, その日本にどう感じてるかとか、そういうバイアスがない学生が多いです。なんで割と自分のスタンスとかいうものが基本的には基準が世界で統一されてて、そこでいろんな話ができるかなと思います。で、まあ、そこに宗教的なカオスとか言語的なカオス性が入ってくるので、議論が楽しいことはこの上ないかと思いますね。で、まあ、NS で良かった点っていうのは、割と研究に対してかなり力を注ぎ込んでるようなところもあって、情報技術であったりとか、必要な設備に対しての理解がとても高いです。なので、まあ、計算用の例えばクラスターのノートとかも貸してくれますし、まあ、図書館ですらかなり、ハイパーコンティコンピューティング用 の, その計算用のリソースとか持ってるので、まあ基本的に不自由をすることは全くないですね。はい。なので私の分野で言うとかなりフィットしてたかなと思います。ありがとうございます。平松さんどうでしょうか。はい、ありがとうございます。お答えします。まあ、僕は中国にいた時間があんまり長くないんですね。コロナウイルスの影響で。ですから、まあ、手短にお答えさせていただければというふうに思います。まあ、まず一つは、まあ、やはり先ほど山本さんもおっしゃいましたけれども、中国人の方ってすごい真面目な方も多いですし、すごく温厚な方も多いような印象を受けます。まあ、もちろん例外を数えればもちろんありますけれども、まあ、基本的には非常に温厚で親切な方が多いなというふうな印象があります。まあ、そういった人たちと、もしくはそういった教授の方々と一緒に働けるっていうのは、まあ、それなりにというかすごくいい影響を受けてるなと思うことがあります。あとはですね、非常にこう研究であったり、まあ、もしくは、大学院生に対してですね、待遇を良くしてくださってるっていうのが感じます。まあ、それはもちろんお給料っていう形でも現れてますし、いろいろな学科のイベントだったりでもそうです。まあ、そういったところでこう待遇をこう良くして研究成果を出していこうっていう、そういった文化を、まあ、意思を感じます。でさらに、ものすごいこう投資をしているんですけれども、まだまだちょっといろいろと、人材のリソースの面で追いついてない面がありまして、もし日本とかで教育を受けていて、まあ、根が真面目というか、几帳面な日本人だったら、まあ、日本ではなかなかこう味わせてもらえないような経験ができるというか、もう少し具体的に言うと、日本ではなかなかこう、ここまで責任を持たせてもらえないような装置、それぐらい高価な装置の責任を持たせてもらえるみたいなことが起こりうると思います。まあ、そこはやっぱり中国に行ってみて、あ、よかったなというふうに思った点です。はい、ありがとうございます。と私の方からも回答させていただく と,、一番大きかったなと感じたのが、ワークライフバランスを維持できるということかなと思います。というのもやっぱり日本の大学にいた頃は本当に忙しくて、朝から本当に日が暮れてもずっと研究室にいるということも、まれではなかったんですけど、こちらの大学に入ってからは本当に大体みんな夕方5時になったら帰宅するみたいな、5時を過ぎても研究室にいたらすごい頑張ってるねみたいな評価をされることがあって、で最初のうちはそんな短い時間では研究できないとも思っていたんですけど、だんだん慣れてくるとメリハリをつけて、研究するときは研究して、家に帰ってから、自分の時間を楽しめるということもあるので、慣れてからは本当に健康状態もずっと維持できますし、いいなと感じていました。あとは山本さんの発表にもありましたけど、オーストラリアもすごい多様性が豊かな国なので、本当にいろんな国や文化のバックグラウンドを持った人と接することができますね。はい、なので、食べ物なんかも、
アジアの国の料理から中東の料理やらヨーロッパの料理やらいろいろあって、本当にいろんなものを楽しむことができます。はいですね。ではい、これが、1問目の質問でしたが、次に2問目についてですね。はい、2問目は合格のために受け入れ先の先生とどの程度連絡を取り合いましたか、あとは現地訪問はしましたかということなんですけど、こちらの方はですね、じゃあまず平松さんお願いしてもいいでしょうか。お答えします。僕の場合は少々事情が特殊かもしれません。というのは、卒業研究の指導教官の方と今の所属の指導教官の方が直接の知り合いだったんですね。で、卒業研究の指導教官の方の紹介でメールを送りました。で、それで返信をいただいて、その後、理化学研究所でまず1回目会いました。で、なぜそういうことができたかというと、その方が理化学研究所の PI というかユニットリーダーだったからなんですね。だからそこら辺はちょっと特殊かなというふうに思います。はい、で、現地訪問は1回やりました。はい、そういう感じです。はい、ありがとうございます。そしたら山本さんお願いします。そうですね、私の場合は特に受け入れ先の先生と話をしたみたいな話はあまりイメージはないですね。イギリスの大学、シンガポールの大学、どっちについてもあまり記憶がないんですが、もちろんその指導教科の割り当てが1年プログラムだと、セメスターの半分過ぎてから、サクッと割り当てられることもあって、あまりそんなに研究、いわゆる研究監督からですね、との割合、相性みたいなものは、出願前からやられるってことはないような気がします。ただ、出願した後に、出願先から、出願書類の中で、例えばどういう分野でどういう出版物を持ってますとか、いうとこに関して、かなり追加で詳しく聞かれることはかなり多いですね。で、それに対して、例えばこういう分野で、業績を上げてると、それに対して、例えばどういうファカルティが、その学生に対してアプローチ取れるとか、いわゆるその人の研究分野内なのか外なのかというところの判断もあるので、そういうところで関して追加のクエリが来ることはかなり多かったようなイメージです。で、ちょっと、イギリスの大学の話になるんですけど、自動的に出願と奨学金がセットで、プロセスというか、処理されるので、授業料免除 の考慮対象の時とかには割と追加のクエリが来ることは多いですね。ありがとうございます。すみません、現地訪問なんですけどしてないですね。はい、もう研究力があるだろうというところは、いろんなメディアから見てたので、初めてシンガポールに行って、ちっちゃいなって思ったのが第一印象です。なるほど、現地訪問しなくても、はい、何か大丈夫だったなって感じた点とか、やっぱ現地訪問すればよかったなって感じたことはありますか？特にそのいろんなメディアとかの情報を見てて認識と違ったってところもなかったですし、あと何が一番便利だったかって、Google マップ使って実際にバーチャルで最初に行ったんですよね。で、シンガポールの街並みとか見てても道路広くて綺麗だしと思って、割とそんなにイメージと違うってことはなかったですね。で、今 YouTube とかもあるので、例えばシンガポールのその大学に行ってみたみたいな、そういうレビュー動画とか、見てたらかなり雰囲気をつかめるんじゃないかなと思います。はい、ありがとうございます。はい、では最後に私の方からも回答させていただくと、オーストラリアの大学院進学に関して言うと、やっぱりコネクションが非常に大事になるので、やっぱりそのコネクションを意識した現地の先生とのやり取りは大事になると思います。私の場合は、なんていうんですかね、大学の名古屋大学と、あと西オーストラリア大学で、ジョイントディグリープログラムというのをやっていたので、その大学同士のつながりみたいなものを先生方が強く感じていらっしゃったというのもありますし、そのプログラムを作る上で先生方との交流も結構あったそうなので、そこでコネクションが生まれて、私のことも受け入れるに関してはポジティブに捉えてくださったというような印象があります。
あと、そうですね、現地訪問に関して言うと、私も、かなり特殊な例なので、というのは、私は1年間交換留学でその大学に通っていたこともあって、大学自体、あとは街自体の雰囲気はもうだいぶ分かっていたような感じです。ただ、研究施設やその研究を実際どのように行っているかということに関しては全然分かっていなくて、入ってから、あ、全然違ったなというような印象を受けたので、私個人の意見としては、一応研究環境とかも含めて現地に一度行けるのが理想かなというふうに思います。ちょっと今の時期だと難しいかもしれないんですけど、そしたら現地に実際通っている日本人の、人で知り合いがいたら聞いてみるとか、なるべくこう生の声だったり実際に見たりして決めるのがいいかなと思いました。ではですね、続いて、3問目の方に移らせていただきます。3番目は、コロナ禍ですね、現在どのような研究生活、学生生活を送っていますかということですね。はい、スライドの中でもちょっとお話しいただいたと思いますが、平松さん、お願いします。お答えいたします。先ほどちょっとスライドではご説明できなかったんですけれども、コロナ禍で一番やったことって実は教科書を読むことだったんですね。帰ってきてすぐに、自主隔離期間ってものがございまして、僕の場合1月に帰国したのですごく長かったんですね。コロナ禍での影響を受けた期間ってのは。言ってしまえば今年いっぱい丸々僕は影響を受けているようなものでして、その間僕が一番やったことってのは、教科書を読むってことでした。その内容とかは、理論物理学から、統計学であったり、機械学習だったりも勉強させてもらったりしましたけれども、あと酸化物に関して、そういったものをやっぱり一番長かったです。で、そういったものの一部を使って、シミュレーションだったりをやってみたり、っていうような感じでした。で、それに対して、学校側のサポートもいただきました。研究室ミーティングの回数を増やし、あの週数回に増やしてもらって、そこでどんな感じで勉強しているのかとか、もしくは、勉強を一緒に本を読んだりみたいな、そういった時間を作ってもらいました。やっぱりすごい気分は落ち込んで、どん底みたいなところの時もあったんですけれども、結構継続して勉強できてたかなというふうに思います。僕はそんな感じでした。今はちょっと実験をさせてもらっているので、まだちょっと違って、もうちょっと気分が上向いてるって、そんな感じです。ありがとうございます。では、山本さんも少しお話しいただきましたが、どうでしょうか。そうですね。私の場合、そう申し上げた通り、あまり影響がなかったというところも、がほぼほぼですね、もう卒業も終了もしているので。で、現在について話すと、というか、大学中もそうなんですけど、研究生活に関しては、あまり、学生生活に関してはもちろん食事とかが制限されたりするので、少し影響はあるんですが、研究生活はそもそも基本的にフィールドワークなどが発生しない領域なので、あまり変わらないといえば変わらないです。ただ、モチベーションっていうのは、もちろん、平松さんが申し上げ、おっしゃってた通り、全然異なると思いますね。NUS 在学してた時も、イタリアの学会とかに行ってたんですけど、いわゆる私のモチベーション、研究するモチベーションっていうのは、国際学会に、予算で行けるっていうところなんです。ただ今じゃ割とほぼほぼ割全部オンラインなので、コロナが収まるであろう頃合いを見計らって、研究業績を世に出すタイミングを調整してる面もあったりします。それくらいですかね。なるほど、ありがとうございます。私の方からは、私個人としてはあまり大きな影響はなかったですね。というのも、コロナが始まった時はすでに実験などすべて終えて論文執筆の方に移っていたので、実験などには大きな影響はなかったです。ただ、私の周りの学生さんは特に生物系なので、やっぱり実験をしないとデータが得られないという背景があるので、CS なんかとは違って、やっぱり実験に支障が出た学生が多かったと思います。やっぱり大学が閉鎖になったので、研究が
できないとか、あとはそのコロナの影響で一時期そのかなりなんていうんですかね、輸送システムとかも混乱していて、海外からその実験材料を取り寄せている人なんかはその取り寄せができなくなって実験が中断してしまったという話も聞きました。なのでやっぱり生物系とか実験ベースの人たちにはかなり影響が出ていたように思います。ただ、それ以外の面ではオーストラリアは結構もうロックダウンも解除されて、特にパースなんかは早くて、もう今年の7月くらいには、ロックダウンの解除と、あとほぼほぼ元通りの生活に、戻ってきていますね。はい、という感じです。あ、時間大丈夫ですか？大丈夫ならちょっと聞きたい質問があるんですけど。はい、どうぞ。大学のロックダウンみたいなものって中国でもオーストラリアでもやっぱりかなり強制的に行われてるんですか？NUS に関しては週に1回その授業がある日とかこの日だけみたいなものを、アプリを通して、この区間のこの時間帯なら入っていいよみたいな制限かかってるんですね。他の大学さんどうなのかなと思って。はい、じゃあ中国に関してからお答えします。はいはいはい、中国は2月から6月の期間、実はロックダウンし大学がしていました。違います、2月から8月ですね。で、その間っていうのは、1学期なんですけど、その間、学部生と大学院生の4年生まで、つまり最上級の学生を除いて、全員がオンラインになってました。で、その間はもう実験物理とかの研究はほとんどストップしている。っていうような状況でした。もちろんポスドクの方と博士5年生の方は実験はできてたんですけれども、清華大学の物理学科では少なくともそういった状況でした。なるほど。6ヶ月くらいですかね。確かに6ヶ月。はい。一応、私の個人的な感じをお話しすると、一応大学院生で実験をしている人に限っては実験を続けないとそれまで投資したものが全て無駄になってしまうっていうケースもあるので、そういった人たちには建物は閉まってるんですけど学生証を使って、スキャンして入れるようなシステムはコロナの間でも、動いてました。で、同じシステムが図書館とかでも採用されてて、というのもやっぱりコロナ禍でもオンラインでは授業続いてるので、自宅にその通信環境がない人とか、あとはそのパソコンを学生がちゃんと使えるようにっていう配慮のもと、現役の学生で学生証を持っている人に限っては、大学の図書館にも一応決まった時間だけ出入りができる、うんっていうシステムはありました。はい。大丈夫そうですか？大丈夫です。どうぞ。はい、ありがとうございます。そしたらですね、次の質問に移ります。次の質問が、出願準備で最も苦労したことは何ですか？またそれにどのように対策しましたかということなんですが、そうですね。そしたらこの質問は平松さんにからお願いしてもいいでしょうか？はい、します。僕の場合は一番苦労したのは中国語の試験の対策かなと思います。HSK の4級で195点を取るっていうのが、足切り点でした。それは例えば文系の方々なんかはもっと高かったりしますし、清華大学と北京大学を比較しても北京大学の理系だったらもっと高かったりするんですけれども、僕にとっては4級の195、それなりに対策をしないといけない点数でした。で、それの対策に、数ヶ月かけたと思います。で、それが結構、日程的にギリギリになってしまったので、そのプレッシャーも結構ありました。だから、それが一番苦労したところかなというふうに思います。ありがとうございます。そしたら、山本さんもお願いします。出願準備、もっともですよね。私の場合、ちょっと、そうですね。なんか、
ユニークかどうかも分かんないですけど、工夫したてになるかもしれないですね。で、その工夫したてに一番労力を注いでたみたいな話なんですけど、自分のウェブサイトの作成とかをして、うん、で、それを質がないように載せるみたいなところをやりましたね。大学にもよるんですけど、出願処理って使い回せるようで使い回せないことが多くて、例えばここで、話した内容、例えば NS 出した内容を他の、シンガポールの大学に出すとなると、フォーマットもしないといけないし、求められていることも違ったりするので、話したい内容を話せないときって割と多いんです。で、その出願内容で記入できることって限られてたり、文字数制限があるので、そこには要は出願者全員が同じ内容を書いて、まあ、勝負してくるっていう話なんですけど、ただそこにウェブサイトの、まあ、ポートフォリオですね、の URL のリンクが1つあるだけで、例えば、まあ、もちろん20文字くらいだけしか取らないんですけど、他の候補者よりも自分を語れる次元数っていうのを1つ増やすことができるんです。なんで、まあ、仮に大学側が、委員会ですね、余計なことを書くなよっていうスタンスであれば、そこの URL にアクセスしないだけなので、特に理化学系のコースであれば、まあ、テクニカルスキルとか自分の存在をまあアピールする一手になるのかなと思います。というところで、ちょっとウェブサイトとかポートフォリオ作成に時間をかけたっていうのが、一番最も労力を注いだところかなと思います。はい、ありがとうございます。私は、一番苦労したことはおそらく英語での研究計画の作成とあとは卒論のアブストを英訳するところが、当時は本当に苦労しました。というのもやっぱ卒論を日本語で書いていて、その論文というのをちゃんと英語で書くっていうのがその時が初めてだったので、そこが、大変だった印象です。やっぱ英語にもあんまり自信がなかったので、ネイティブの先生に見ていただいて直していただいたりしながら出願書類を作成しました。はい、という感じですね。そうですね、私もちょっと卒業論文のアプストの提出は求められたんですけど、今見てる方々とかも可能であれば卒論最初から英語で書くみたいなところをすると、在学中に一応いろんな大学から来るので、いろんな学生が例えばどういう論文を書いたっていうのを見せ合ったりもするんですよね。そういうところで、話も盛り上がるので、教授と話して OK なら、卒論から英語で書くってことを、トライしてもいいんじゃないかなって僕は少し思ったりします。ありがとうございます。あと、私はこの出願準備の時は知らなかったんですけど、最近になって、グラマリーっていう、サービスがあって、一応論文英語の文章を入力すると、文法的に間違ってるところがあったら直してくれるっていうサービスがあって、完璧ではないんですけど、やっぱり非ネイティブの私たちからするとそれでも結構助かることがあるので、かなり愛用しています。よかったら見てみてください。はい、はい、ではですね、パネルディスカッション最後の質問なんですが、日本の大学院との違いを感じた点はありますか、という結構ざっくりした質問になるんですけど、じゃあこの質問に、関してはですね、そうですね、じゃあ平松さんお願いしてもいいですか。はい、お答えします。ちょっと僕もですね、まだ本当にわからないところがすごく多くて、ちょっとあんまりこう軽率なことは申し上げられないなっていうふうに思ってるんですけれども、一点あるのはやっぱり、論文を書けっていうふうな文化があるということです。別に強制しているわけではないんですけれども、せっかくいるんだから論文書けなよみたいな文化はすごくあるなと思いました。それに対して、中国では。それに対して日本では、もっとなんかこう、悪く言えばやめましょう。もっと、一般論であったり、もっとこう、奥深いところに面白さがあるかとか、そういったところをやっぱり重視している傾向は、あるんじゃないかなと思います。そういった意味で、論文数を重視するっていう傾向と、もしくはその背後に、物理学の研究の背後にある、もっと深いものがあるかとか、そういったところ
まあ、でこう どちらを重視するかでこう違いがあるかなというふうに、僕は感じました。はい、そんな感じです、今のところは。はい、ありがとうございます。そしたら山本さんお願いします。そうですね、お題が日本の大学院との違いとかなんですけど、大学院に属してたことがないので分かんないんですけど、うん、まあ、あくまで研究室単位で考えると、まあ、2つくらいあるかなと思うんですけど、やっぱもうそれは多様性とかになるかなと一つは思いますね。ガラパゴス傾向があるその日本の大学院とかに比べると、やはり専攻分野、日常生活、どちらのあらゆる面においてもデメリットよりもメリットが勝るかなと思います。で、あと平松さんもおっしゃってた通り、もう一つが研究に対するそうです、スピード感とか業績へのいわゆる執着感というのはシンガポールの方が高いかなと思います。例えばなんかイメージですけど、日本の研究室で、受けてたような研究スタイルであったりとか、割とちょっと教育の面が少し強かったようなイメージがあるんですけど、シンガポールの大学での研究指導法っていうのは基本的に、考えないといけないところっていうのは自分で考えて、で実際にそれで、まあ、実際にその方法論を適用してみた結果を先生がレビューして、これがまあ科学的ないわゆる、まあ、ファインディングがあるかないかとかいうところをジャッジする、でそれに対して的確なコメントをくれるみたいなような感じなので、主体性が割と、こっちにあるのがシンガポールの研究スタイルかなと思います。はい、はい、ありがとうございます。私の場合はお二人とちょっと逆かなと思うんですけど、まあ、でもこれもかなり個人差とか大学差もあると思うので一概には言えないんですけど、私が感じたのはオーストラリアの大学ではその研究成果を出すことももちろん大事なんですけど、それよりかは今手元にあるデータをどうやってアウトプットするか、どうやってストーリーをそこから作るかということを重視される先生も多いような印象を受けました。例えば実験があんまりうまくいかなくても、そのうまくいかなかったことからじゃあどういうことが言えるのかっていうのをもっと考えなさいっていうことがあったりとか、あとはやっぱりそのなんていうんですかね、いわゆるサイエンスコミュニケーションとしてパブリックスピーキングの重要性とか、あと論文をいかにこうなんていうか分かりやすく書くか、そのオーディエンスを意識して書くかっていうようなことをちゃんと考えることを教えてくださる先生も多いようなイメージです。なのでやっぱり日本の研究室にいたのが1年間だけだったので、あんまり深いことは言えないんですけど、まあ、結果を出さなきゃいけないっていうプレッシャーよりかは、もっとそのどうやってアウトプットするかっていうことに関しても結構考えさせられたなと思います。はい、という感じで、パネルディスカッションの質問の方を終わらせていただいたので、続いてスライドの方でいくつか質問が来ているので、そちらにお答えさせていただきたいと思います。まずはじめに、オセアニア非英語圏の大学院は、IELTS 6.5 が基準となるところが多く、米国や英国の足切りから見ると低めなんですが、それでも留学生は卒業できていますか？ということです。はい。では同じ非英語圏として平松さんお願いしてもいいですか？いや、すみません、僕はちょっと正直わからないです。というのは留学生の数がものすごく少ないんですよ、実は。物理学科には本当に少なくて、まあ、同期で一人いるんですけど、その人はもともとアメリカ出身なので英語力が高かった。でそれ以外の留学生は本当に学科でも本当にいないんですね。で正直僕わからないんですよ。すみません、そういったことでちょっとご容赦いただければと思います。すみません、わかりません。ありがとうございます。山本さんはどうでしたか？おそらくシンガポールは英語圏に入ると思うので、はいはい、あまり、そうですね。基本授業は英語だけですね。で、卒業したか否かに関しては確か30人くらいいたんですけど、2人くらい多分まだ卒業してないような気がします。で一応その英語的なその不足に関しては、スライドで説明したんですが、
追加で強制的に取らされるんですよね。英語力足りないと判断された場合、そういうクラスを。なので、まあ、そこに関しては、そんなに心配する必要ないかなと、あくまで私の大学だと言えるかなと思います。はい、ありがとうございます。私の場合は、一応、オーストラリアは英語圏に入るんですが、やっぱりアメリカやイギリスに比べると、英語の基準が低いですね。というのも あまり大っぴらに言うのもあれではあるんですが、オーストラリアのやっぱ産業の一つとしてその教育というのがあって、やっぱりその収入の多くを留学生からの学費に頼っているところがありますね。なのでやっぱ留学生をできるだけ多く入れたいという背景があるので、あまりその留学生を英語力で切り落としたくないというのがあるんだと思います。なので基準としては低めで、場合によってはその英語力が基準に達していなくても合格になる場合があります。その場合は入学後に英語のコースを受講するとか、この出願後に何ヶ月以内に、基準のスコアを取れれば後から追加合格になりますよというようなシステムもあって、英語に関しては他のアメリカやヨーロッパ圏ほど厳しくはないです。出願に関してだけ言うと。ただこの IELTS 6.5 の取得にやっぱ苦労していると、入学後の授業や研究についていくのが難しいと思います。なので留学の基準としては高くないんですが、留学生活をやっぱ有意義に過ごしたり、いい成績を取ったり、研究をスムーズに行うという点ではやっぱり高い英語力を持っているに越したことはないなという印象でした。はい、そうですね。では続いてなんですが、そうですね、じゃあこれ山本さん宛ての質問なんですけど、そうですね、山本さんの発表の中でギャップイヤー中にインターンをされていたということなんですけど、その間に大学院には在籍されていましたかということです。というのも多くの企業が学生の証明が必要になるかと思われるので、そのことに関してはどうしたんですかということと、インターン先はどうやって探しましたかということですね。かなりいい質問かなと思います。先ほど大学院に在籍を してなかったというか、研究室に在籍をしてなかったと申し上げたと思うんですけど、日本の大学院とシンガポールの大学院の比較の際に、実質形式上席だけは、教授に頼んで置いといてもらってるような形です。なので学費というか、席だけの管理費みたいなのが存在していて、それを例えば1年間いくら納めとけば席だけ置いとけるんですよ。ただ研究はしないみたいな感じで。で、そういう中で基本的にギャップイヤーの中でインターンした4社ですね。民間のと基礎研究所と、あとメガ IT ですね。IT ビッグファイブと呼ばれるところと、あとメガベンチャーメルカリさんとか、あとスタートアップの AI とかなんですが、基本的に学生っていう身分はいると思います。私が基本的に形式上席を置いてたっていうのは、学生だといろいろ得なんですよね。税金に関しても、あといろんなところで使える学割とかに関しても、でもちろん募集要項とかに関して、私のちょっと人づてが多かったんですけど、そういう中で学生じゃないと申し込めないっていうところが多いので、仮にギャップイヤーを、例えば、珍しいケースだと思うんですけど、ギャップイヤーを設けて、こういうコロナ禍ですしっていう人も多いと思うんですが、席を大学に置いてた方が、何かとはかどることが多いかなと思います。で、どういうところからっていう話なんですけど、割と本当にその人づてが多くて、今までやってた研究のつながりとか、紹介とかいうところで、掴んできてたので、あまりどこに申し込んでっていう話ではないかもしれないですね。ただメガ IT に関しては、インターンに参加して、そこから、内定とかみたいな話になったので、ギャップイヤー取ってる時にインターン先探すのは、リンクトインとかなので、リンクトインとかで見てもらって、とか、あと
一応声がかかったりすることも多いので、そこら辺はいろんなあのアンテナ張っておくといいかなと思います。はい、ありがとうございます。ちなみにそのインターンシップ探しに関しては大学から情報が提供されるということはありますか？ないです、ないです。私の研究活動とか、いわゆるこういうギャップイヤーの活動っていうのは大学は全く関係してなくて、うん、でもっと言うと研究室も担当教授も関わってないので、うん、まあ、それでもしなんかサポートが必要とかであれば、まあ、なんか連絡取っていただけると、まあ、ケースのお話はできるんですけど、あまり一概にこうしたらこういうとこでインターンできるっていうものは一般化できないかなとは思います。ただまあリンクトインはかなりパワフルなツールなので、見つけていくといいかなと思います。そういうところで。はい、ありがとうございます。そしたらもう一つ、山本さんの発表からまた派生して、間違えてもアウトプットをしていかないと競争できないというお話があったと思うんですけど、確かに、うん、あのプレゼンをしないと始まらないという側面はあると思いますが、例えば、一度あの他のチームメンバーの方の良さを引き出してから自分を出していくといったようなアプローチみたいなのは可能ですかという、ちょっとあの難しいかもしれないですけど、そうですね、かなりヒューマンマネジメントみたいなところもあると思うんですけど、はい、一応グループ分けっていうのは例えば4人グループを作るとして、まあ、もちろんテクニカルな内容のグループプロジェクトだからといって、コンピューターサイエンスとデータサイエンス2人ずつ集めたところでいいプロジェクトができるかっていうと、それは真実ではないんですよね。なので要はコンピューターサイエンス系の人間って、まあ、人を若干リソースとして見てたりするとか、こういうスキルを持ってるからこういうところにアサインしたらいいだろうみたいな話に想像すると思うんですけど、そういう人たちって割とお互いを利用しようと しちゃう傾向もあったりして、あの要は嫌な仕事ってやらなかったりするんですね、フィールドワークとか、うん、なので、ある種、まあ、一人マネジメントみたいな人ですね、その人の例えばテクニカルスキルがなくても、例えばリサーチをする際に、普通のことを割とうまく捉えて、まあ元岡さんが言ってた通り、例えばどういう研究業績、例えばこういうファインディングを別の観点から見るとものすごい大きいファインディングだったりするんですよ。そういう面白い知見とかリサーチャー的な観点を持っている人がマネジメントにつくと、その人自体がアウトプットできなくてもチーム全体としてはうまくいってかなり評価が高まると。なので100人十色なんですよね。なんで例えばテクニカルスキルがあるから集団としてうまくいくわけではなくて、他の人の良さを引き出すっていうロールももちろんあります。で、そういうのも含めてグループ分けっていうのはかなりシビアです。はい。はい。はい、ありがとうございます。なんで、もしそういう、例えばキャラクターだったりしたとしても全然心配はいらないと思います。ただ、自分がその際にこういう人を見る目とか、ファインディングとかリサーチのコンテキストを作る力があるよっていうスキルセットがあるよっていうところは周知させておかないと、まあ、ポツンと、残されたりするので、そこは気にしておいた方がいいと思います。はい、ありがとうございます。ではせっかくいただいた質問がもう少しだけあるので一応カバーできればなと思うんですけど、続いてあの平松さんにあの質問です。ですね、あのご講演の中で総長の発言や総長 あのお話を引用されているのが非常に印象に残りましたということで、総長のお話をきちんと聞かれているのは平松さんならではなのか、それともやっぱり意識の高い清華大学の学生さんはみんなきちんと聞かれているんでしょうかという質問なんですけど、お願いしてもいいでしょうか。真面目な、まあ、何でしょう、非常に真面目な方は多い印象ですけれども、うん、総長さんの話は、まあ、実はその総長さんの話はあの英語で同時通訳をしてくださってたから、うん、僕もあの結構リアルタイムで理解できたって側面もあります。僕の中国語の聞き取り能力はあんまり高くなくて、まあ、読みとかだったら、まあ、あの多分リアルタイムで分かったかもしれないですけども、うん、ちょっと聞き度はちょっとそんなにこう素早くなかったんですよ。特に入学式の時段階では、うん、まあ、そうですね、まあ、真面目な人は多かったと思います。なんか、まあ、それは日本、あの中国人の良さでもあり、ちょっと悪さ
というか、あんまりこう自己主張を本当の意味で、まあ、ちょっと分かんないですけど、まあ、ごめんなさい、ちょっとお答えになってないかもしれないんですけれども、まあ、真面目に聞いてる人は多いという印象です。まあ、それは授業とかもそうですけれども、まあ、そういった印象を僕は持ってます。すみません、そういう感じです。はい、ありがとうございます。最後に、オーストラリア の, 大学院のに関連して、私のお話から、ローカルなカフェが、非常に、多くて、あとは学生がメリハリをつけて研究をしているというところなんですが、オーストラリアではカフェで図書館のように勉強されている学生を見ることは一般的ですかということなんですけど、そうですね、あまり一般的ではないです。結論から言うと、なぜかというと、オーストラリアのカフェはちょっと日本のカフェと違っていて、だいたい朝の6時とか7時とかに開店して、2時とか3時には閉店しますので、勉強をするのがちょっと難しいです、カフェで。あとはやっぱカフェでは基本的にコーヒーとか食事を楽しむっていう感じなので、なんか長居して勉強している人はほとんど見かけることはないですね。だいたい学生は図書館とかに居座って勉強していることがほとんどです。はい、という感じですね。で、これで質問の方にもライブできたものには答えさせていただきました。平松さんと山本さんについては個人での連絡先の方もスライドで共有していただいたと思いますので、もしアーカイブ動画をご覧の方で質問があったら、そちらの方からもぜひお願いします。はい、それでは、本日は長い時間になりましたが、お付き合いいただいてありがとうございました。登壇者の山本さんと平松さんも貴重なお話ありがとうございます。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。それでは、これをもちまして、説明会の方終了させていただきます。ですね、で、その最後に、学生会の方からの、お願いで、ですね、説明会の自己アンケートの方をお願いしております。大学院学生会のまたホームページの方に行っていただくと、ホーム画面一番下に自己アンケートというところがありますので、今後の説明会 の, 運営を向上させるためにもぜひよろしくお願いします。 YouTube の動画概要欄にもリンクがありますので、そちらの方からもぜひお願いいたします。はい、という感じでした。はい、では視聴していた方ありがとうございました。